イワン・シェスタコフ・イワン・アレクセービチ・シェスタコフは、帝政ロシアの政治家、作家、海軍軍人、提督。1882年から1888年まで、ロシア帝国海軍大臣を務めた。スモレンスク郊外の村、シロコレニエに、貴族の子として生まれる。父アレクセイ・アントノビチ・シェスタコフは、ロシア海軍の大尉で艦長を務めた人物である。1830年から1836年まで、ロシア海軍幼年団に学んだ後、黒海艦隊に配属される。1837年コンスタンチン岬近くの上陸作戦に参加し、功績により勲章を授与され、少尉候補となった。1838年には、コルベット艦イフゲニアに乗り組み、再び上陸作戦で主勲功を立て、功4級聖安娜勲章を授与された。1841年セバストーポリに再び配属され、いくつかの山岳民族との戦闘に参加した。この間、功3級聖スタニスラフ勲章を授与され、ユリウス暦1843年4月11日、ミハイル・ラザレフ提督の副官となる。ラザレフの副官を2年務めたシェスタコフは海軍大尉に昇進した。1845年から1846年、汽船、ベッサラビアに勤務。なお、シェスタコフは1847年から1850年にかけてカッタースコリー号を買って水路研究に当たっている1850年、間を置いて1852年から1854年まで、ロシア政府の命を受けて、艦艇の造船術研究のため、イギリスを訪問している。1854年2月、帰国と同時に、蒸気船委員会所属となり、さらに2階級昇進し、海軍大佐、バルチック艦隊勤務となった。この頃、クリミア戦争が勃発するが、シェスタコフは戦争中、フリーゲート艦、リューリクに乗艦し、クロンシュタット軍港の警備、哨戒に当たった。1855年5月21日、皇族将官付き副官に任命される。クリミア戦争初年には75隻の快速砲艦、17隻の高速コルベット建造計画を立案した。1856年に一等大佐に昇進し、アメリカへ派遣された。シェスタコフは70隻のカノン砲装備の快速砲艦、ゲネラル・アドミラル建造計画を副案として持っており、この計画の実現可能性を探るべく、アメリカで造船技術を調査するため渡米した。1859年シェスタコフの指揮のもと、フリーゲート艦、ゲネラル・アドミラルは12日間の公試運転を実施した。ゲネラル・アドミラルは、シェルブール港を経て、クロンシュタットに到着した。公に成功した功績により、功3級聖ウラジーミル勲章を授与された。1860年から1862年まで地中海哨艦隊司令に就任した。この船隊の任務はシリア沿岸まで進出し、現地のキリスト教徒をオスマン帝国から保護することを名目としていた。1861年4月23日に海軍少将に昇進した。クロンシュタット帰還後、功1級聖スタニスラフ勲章を授与された。1863年4月17日クロンシュタット軍港総司令官補佐に任命される。1863年から1864年までペテルブルク科学造成委員会に所属している。タガンログの海軍兵学校。コピーライト、タガンログシティ、コム軍事官僚として再官を振るっていたシェスタコフが本格的に行政官僚としてもその辣腕を振るうようになったのが1864年のことである。ユリウス暦1866年4月11日にシェスタコフはタガンログ県の知事に任命された。シェスタコフはロシア帝国海軍軍人としての軍籍を保持しつつ、同県知事を1868年まで務めた。この間、1868年にはタガンログ最初の海軍兵学校の設立を決定し、これは後にタガンログ県知事となったヨハン・ハムプス・フルフイエルムによって1874年に開校された。また、シェスタコフはアゾフ海沿岸貿易の拡大を図った。そして、黒海とアゾフ海で蒸気船通航のため、ロシア産石炭の取引を進め、アゾフ海とドン川の水運を改善しようとした。また、船舶の新装備への転換を推進したほか、タガンログからアゾフ海海岸に沿って最新の灯台を建設した。さらに、タガンログ県の全都市でガス灯を導入し、このために新しいガス工場を設立するなど、産業整備にも尽力した。1868年ビルの県知事に任命される。1870年辞任するが、1872年、オーストリア及びイタリアに海軍武官として駐在する。1881年、海軍技術委員会造船班長を経て、翌1882年ロシア帝国海軍大臣に就任する。海相としては、黒海艦隊の再建に尽力したほか、バルチック艦隊とシベリア小艦隊の増強に努めた。このほか、シェスタコフは海軍将校の人事に関して新制度を設けたほか、戦艦、装甲巡洋艦などの大型重装艦を増強した。1888年には海軍大将に昇進した。1888年12月3日、クリミア半島のセバストーポリで死去し、同地の聖ウラジーミル教会に埋葬された。後世、以下の場所がシェスタコフにちなみ命名されている。シェスタコフは、軍人、行政衛官、政治家としての他に、広く世間に認められた著述者であった。シェスタコフは1850年、1854年から1861年。1864年と1871年の海軍ジャーナルモスコイ・スボーニックでいくつかの記事を発表している。シェスタコフは英国の海軍軍事歴史家ウィリアム・ジェームズの著作大英帝国海軍史のロシア語訳を表した。1873年平凡な生涯の半世紀という回想録を出している。今日最も有名な著書は黒海の航海に関する式である。ありがとうございます。